わしの名はアリストテレス、万学の祖と呼ばれておる。今回は崇城大学芸術学部デザイン学科について紹介するぞ。さあ一緒に扉を押し開こう。芸術学部デザイン学科、木下博先生の研究室じゃ。一体どんなことを学んでおるんじゃ。こちら崇城大学芸術学部デザイン学科では、漫画表現コース、それからグラフィックコース、それからプロダクトコースの3コースからなっている、デザインを学ぶための学科になっています。漫画表現コースでは、デザイン学科の中にあるという位置づけから、漫画的な表現、人に伝わりやすいっていうその特徴を使って、人に優しく情報を伝えるためのデザインとしての漫画の表現を、学ぶようなコースになっています。1年生の時には漫画表現基礎という形で絵を描くための基礎的な、勉強っていうのを一通り、やることになっています。でそこから2年生3年生というふうに、年次が上がるごとに、より専門的な学びとして、ある人は漫画をとにかくたくさん描いていったりとか、ある人はイラストレーションの技術をどんどん磨いていったりとかを、重ねていって、最終的には、それらをデザインと組み合わせた表現というものをできるような、そういったカリキュラムになっています。漫画表現コースの学生は基本的には漫画のことを学ぶんですけれども、それだけではなくグラフィックデザインについても広く同時に学ぶことになっていますので、最終的にはデザインのできる漫画家だったり、漫画やイラストの描けるデザイナーというふうな進路があると思います。ふむふむ、具体的にはどんな研究に取り組んでおるんじゃ。僕の専門分野というのが、いわゆる機能漫画というふうに呼ばれるジャンルの漫画になっていまして、機能漫画っていうのが、難しい法律だったりとか、社会の仕組みのようなものを漫画的な表現を使って分かりやすく人に伝えることのできる、そういった漫画になります。漫画っていうのは、今日本の中だけではなくて世界中にすごく広く日本の漫画っていうのがたくさん流行っているとか広がっているんですけれども、その一つの要因っていうのが、日本の中だけで独自に進歩した漫画的な表現っていうのが広く世界に受け入れられたからっていう部分があるんですよ。で、そういった、日本の漫画独自の分かりやすく伝えるための技術っていうのをたくさん盛り込んだのが、機能漫画っていうことになっていて、そういうふうな難しい情報っていうのを人に分かりやすく噛み砕いて、漫画に置き換えるっていう作業を、僕の中では、漫画に翻訳するっていうふうな言葉で紹介をさせてもらってます。なのでこの漫画表現っていうのは、ある種の言語、言葉のようなものじゃないかなというふうに考えていて、突き詰めていけば本当に文字情報がなくても世界中の誰にでも伝えられる、そういうユニバーサルな情報発信手段になり得るんじゃないかなというふうに考えています。今崇城大学と連携をしているポーランドの、アートアカデミーの方といろいろとやり取りをさせていただいていて、その中でも漫画のレクチャーだったりとか、最近ではオンラインになってしまうんですけれども、日本の漫画についてのレクチャーをさせていただいたりしています。日本漫画学会には一応所属をさせていただいていて、そこで学会の中で発表されている情報とかを、またそれもうまく噛み砕いた形で、学生たちに、しっかりと学んでもらおうと思って伝えている感じですね。木下先生の研究は今後どのように生かされていくのじゃ。やっぱり、大学で教えている学生が、立派に漫画家だったりイラストレーターとしてデビューしてくれることも一つの夢ではあるんですけれども、先ほども言ったように、漫画っていう風な文化だったりとか表現自体が世界中にしっかりと浸透してくれて、本当に世界の共通の言語のようなものになってくれるのを願っています。崇城大学芸術学部デザイン学科の活躍がますます楽しみじゃ。